こんにちは藤本ですカナダに家族で移住して5年目になるんですけれども私がカナダに来てびっくりしたことの一つがですね今長女がですね高校1年生なんですがその高校生の選択科目がめちゃくちゃ充実しているということなんですね、えー、皆さんね高校の選択科目ってどんなイメージでしょうか私の時はねまあ例えば物理だったり科学だったり あとまあ音楽だったり書道だったりとかね、えー、そういうのがまあ選択科目として与えられていましたとまあ似たようなイメージを持っている方も多いと思いますでもカナダのまあ今私住んでるのはオンタリオ州なんですがオンタリオ州のですね高校生の選択科目って60科目ぐらいあるんですよでまあもちろん中にはね物理だったり微分析文だったり音楽だったりっていうね日本でも受けられるような授業もあるんですけれどもまあこれは日本の高校では学べないよね というね。そんな変わった授業が多いのも特徴です。今日はその中から、もし私が高校生だったら、ぜひ受けてみたい授業というのをですね、10個ほど選んでみましたので、ランキング形式でご紹介したいと思います。では行ってみましょう。第10位、food and culture。<music> まあ日本語で言うと食事と文化という感じですね。これね、トロントにいるとよくわかるんですけれども、いろんな文化の方たちがいて、そして文化が違う方はね食習慣とかも結構違うんですよね。まあ、例えば私の知り合いでカナダ人がいるんですけれども、そのカナダ人はですね、魚一切食べないんですよ。 普段はね、ものすごく食事に気を使っている健康志向の人なんですけれども、それでもね、あの、肉は食べても魚は食べないっていうね、まあそんな感じだったりするんですね。え逆に私から見て、えっていうふうに思うケースもあるんですが、まあ例えばアジア系スーパー、特に中国系のスーパーに行った時にですね、うわ、こんなものまで売ってるっていうのがね、よくあったりするんですね。え私が今まで見た中で一番驚いたのは、 亀の冷凍パックです。あの、見たら多分びっくりすると思うんですけれども、ど普通の亀が一匹丸々冷凍されて、パックにされて、冷凍コーナーで売ってたりするんですよ。なんかもうこれ解凍したらそのまま動き出すんじゃないかっていうね、そんな感じだったりするんですね。 うん、まああれどうやって食べるのか私もわかりませんけれども、まあ実際売ってるのを見たことはあります。まあそんな感じでですね、食事と文化っていうのはね、すごく結びつきが強いものですからね、まあその辺の内容を学んだりするのかなというふうに想像します。まああとね、食事ということで、もしかしたら実習があるのかなっていうところもね、期待できるところですよね。えー、レストランに食べに行ったりとか自分たちで調理したりとかね、まあそういうのも楽しいかなというふうに思って、えー、10位にランクインしております。 第9位、Learning Strategies。日本語で言うと学習戦略ということですね。これ、サブタイトルがついてます。Skills for Success After Secondary School ということですね。セカン o リースクール c っていうのは高校のことです。つまり、高校を卒業した後に成功するために必要なスキルというサブタイトルがついてますね。 このタイトルからね、考えるに、高校を卒業した後、つまり大学に行ったりとか社会人になってからですね、どんなスキルを学べば成功するかということをね、学ぶ授業ということになります。まあ、なかなか興味深いですよね。えーまあ、私自身は 日本の大学に行きましたので、ご多分に漏れずですね、あまり目的意識を持たずに大学に通ってました。今にして思うとね、まあいろいろもったいない時間の過ごし方をしたなというふうに思ったりもするんですけれども、あらかじめね、こういうスキルを学んでおけば将来成功するよってことをね、知っておけばもっと目的意識を持って大学生活を送れたんじゃないかなというふうに思ったりもします。まあそういう意味でね、えー、興味深い授業かなというふうに思います。第8位、テクノロジカルデザイン。 まあ日本語にしづらいですけどもね、まあ、技術的デザインという意味ですかね。まあこれはね、タイトルだけじゃちょっと分かりづらかったんで、中身をちょっと調べてみたんですが、一言で言うと、問題解決の技法を学ぶという感じです。まあ問題解決の技法というのは、例えば、まず課題がありますねと。で、その課題はこういう課題だということをまず定義します。で、その課題に対して、 どういう解決策があるかっていうのを選択肢としてたくさん出していきます。その選択肢を比較して、どの選択肢を取るべきかってことを最終決定して、で、一つの解決策を実行しますと。 で、その実行した後にデータを取って、その解決策がどうだったかってことをね、えー、実際に分析をして、で、次のアクションにつなげていくっていうね、えー、こういうのがまあ一連の問題解決の技法ということになるんですけれども、まあこれをね、高校の段階で学んでおくっていう話ですよね。えー、私もともとね、経営コンサルタントをしてましたんで、えー、まあこういう問題解決の技法っていうのはものすごくベーシックなスキルだと思うんですけれども、これはコンサルだけじゃなくてね、どんな仕事についてもね、こういう問題解決を自力でできるってこと はものすごく重要なスキルななわけですよねなのでこれを高校の段階で学べるっていうのはものすごく有効だなというふうに思います。「第7世界の問題」というタイトルですね、えー。こちらもサブタイトルがついています。「Geographic Analysis」いうことですね。ジオグラフィックというのは地理っていうことだから、まあ、地理の分析をするそして、えー、そこから世界の問題を解決していくというねそういう授業になってます。 まあこれね、まあおそらくですけど、地政学的な要素が入ってくるのかなというふうに思いますね。地、え、政、ー、学っていうのは日本ではなかなか学ぶ機会はないと思うんですけれども、その国が置かれている地理的な条件によってですね、戦略だったりとか、生活習慣とか、国民性にね、影響を与えるっていう考え方ですね。まあ例えばですね、カナダを例にとると、まあカナダって、えー、その他国から侵略されづらい場所にあるんですよね。 基本的にに西も東も北も東北全部海に囲ままれています、えー、唯一国境を接しているのは南側のアメリカだけということなんですけれどもそのアメリカとの関係性というのは全然悪くなくてねむしろ仲が良くって。 で、しかも国力差が圧倒的にアメリカの方があるので、まああんまこう対立構造にはならないわけなんですよね。まあその影響がね、あるんじゃないかなと思うんですけれども、カナダっていうのはまあ全般的にものすごくのんびりした国なんですよね。はい。えー、まあこういう感じで、えー、国が置かれた場所によってね、えー、その国民性に結構影響があるというところがあります。 はい。えー、みたいなことを学ぶのが地政学ってことなんですけれども、まあおそらくその地政学の要素も少し入った形で世界の問題を見ていくってことだと思います。えー、まあこういう観点ってね、すごく興味深いですよね。はい。では続いて第6位、メディアスタディーズ。これはメディア研究といったタイトルですかね。 カナダではですね、メディアリテラシー教育っていうのがね、まあ結構充実してるんですね。えー、メディアリテラシー教育っていうのは何かというと、えー、まあメディアから出される情報ですね。まあ例えばテレビだったりとか、まあ最近で言うと SNS だったりとかね。まあそういうところから出される情報っていうのは、まあなんとなくね、正しいと思ってしまいがちなんですけれども、実は全てが正しいわけではないということですね。まあ例えばその情報発信源にスポンサーがついていればね、そのスポンサーに反するような情報は出さなかったりするわけです。 そういう意味ではね世の中に出ている情報っていうのは何かしら偏りがあるということなんですねその偏りっていうのを意識した上で受け取る情報を取捨選択するという考え方がメディアリテタリシーですねでまあカナダではねそういった教育っていうのは割とあの中学校とか 高校とかでもしてたりするんですけれども、まあそれをもう少し深めていくっていう重要だと思います。まあ、今はね、SNS を含めて情報がものすごく溢れているわけですから、その情報を自分なりの視点で取捨選択できるという能力はね、ものすごく重要だと思いますね。第5位、Introduction to Anthropology, Psychology, and Sociology。 人類学、心理学、社会学、入門といった感じの授業ですね。まあ全般的に社会心理学的なことを学ぶのかなというふうに思います。まあ今回のねコロナ禍で、えー、社会心理学みたいなものってものすごく浮き彫りになったと思いませんかまあカナダでもですね、えー、反マスク派だったりとか反ワクチン派みたいな人っていうのは、えー、一定数いてですね、いろんな考え方の人たちがいるんだなということはよくわかりました。 まあでもね、そういった人たちも、もともとそういうね、カッとした信念を持っているというよりはですね、えー、その周辺の人たちがあそういうことを言っているから、まあなんとなくそういうふうに流れてしまうっていうケースも多々見られるんですよね。はい。まあこういうのがね、社会心理学ということだと思うんですけれども、まあそういった側面でね、世の中を見られるようになるっていうのは、これまたすごく重要なスキルだなというふうに思います。第4位、ビジネスリーダーシップ。 はいまあ、これはね、リーダーシップを学ぶという授業だと思いますけれども、まあ、私もね、かつて MBA で留学をしていたときに、このリーダーシップの授業というのは取ったことがあります。その中でね、ものすごく興味深い話というのはいくつかあって、まあ、例えばリーダーシップにはスタイルがあるという話があったりするんですね。 えー、リーダーってどういうイメージでしょうかね、皆さんね。なんとなくね、頭が良くて、えー、人を引っ張っていけるような人っていうイメージを持ってるかもしれませんが、世の中のリーダーって、全員が全員そうじゃないんですよね。えー、いろんなタイプがありますと。剛腕タイプで人を引っ張っていけるタイプもいれば、えー、論理的に考えて、リズムで人を引っ張っていくというタイプもいますね。えー、あるいは何か天才的な発想とコンセプトでもってね、えー、他の人を引きつけていくというやり方もあれば、本人はそんなに大した スキルは持ってないけれども、えー、ものすごく人間的な魅力があってね、あの周囲の人の協力を得ながらリーダーとしてやっていくというタイプの人もいたりします。えー、まあそういうふうにね、あの一言リーダーといってもね、いろんなタイプがあるよということなんですよね。だからまあ自分は別にリーダーに向かないなって思う必要もなくて、えー、自分に合ったスタイルでね、リーダーシップを発揮していけばいいということだったりします。まあこういうのをね、学ぶっていうのも、ものすごく重要かなというふうに思いますね。第3位。 Canadian and International Politics. カナダと国際政治というタイトルですね、えー。政治ってね、高校生とか大学生の段階であまり興味を持つ人は少ないかもしれないですけれども、えー、でもね、えー、例えば今回のコロナワクチンの配布みたいな話っていうのはもう国際政治そのものなんですよね。お金と情報と力を持っている国がやっぱりいち早く。 ワクチンを入手することができたわけですまあそういう国際政治の力学みたいなものが理解できた上でね国際政治を見ていけばねものすごく有用なんじゃないかなというふうに思います。第作家の技法というタイトルですね。これはね特に私が起業してこうやって情報発信するようになってから通感してます。発信する技術ってものすごく重要なんですよね。 そしてその発信っていうのはまあ映像だったりとか音楽だったりっていうのもあるんですけども最終的には言葉の力ってものすごく大きいですだからまあ人を引きつける言葉だったりとか人に信用してもらえる言葉だったりとかねそういうのを発信できる能力っていうのは将来にわたってもものすごく重要だと思いますまあもしこういったものを学べるとしたらね、えー、すごく有用な授業かなというふうに思います第1位チャレンジ and change in society <music> 社会変革と挑戦というタイトルですねもうこれねめちゃくちゃ幅広いテーマですよねもうね全部の要素が入ってんじゃないかっていう感じがしますまあ、広すぎてね何を教えてくれるのかっていうのははっきりよくわかりませんけれどもまあ、もしね、えー、例えば過去の変革の歴史を紐解いてでその成功要因とか失敗要因とかそういうのが学べる授業だとしたらものすごく面白い授業だなというふうに思います はい、えー、ということでね今日は完全に私の趣味ベースでお話をしましたけれども、まあ、こんな感じでね日本では学べないよねっていう授業がねたくさんあるのがカナダの高校の魅力なんじゃないかなというふうに思います、えー、ちなみに長女は昨年取った選択授業が音楽とリーダーシップ そして来年取る予定の選択授業が、また音楽と、あとフォトグラフィーね、写真の授業を取るということですね。まあ、写真の授業もね、すごく興味深いなというふうに思いますけどね。 はい、えー、ということで、まあ、今日はですね、カナダの高校の選択授業についてのね、ご紹介をしてみました、えー。今日の内容が面白かったという方は高評価をお願いします。このチャンネルではカナダ移住生活についてお届けしていきますので、カナダ移住もしくは海外生活に興味がある方、よろしければチャンネル登録をしてみてください。それではありがとうございました。